ルナスケープは、近藤秀和を中心として、GU ラブス株式会社によって、開発、提供が行われている、Windows 上で動作する、ウェブブラウザ。スマートフォン向けには、アルニスケープという名称で公開されている。近藤秀和が個人で開発した IE の、お気に入り管理機能を強化するソフトを改良し、インターネットエクスプローラーのコンポーネントを利用する。 タブブラウザとして開発されたのがきっかけである。同種のブラウザには、スレイプニルなどが挙げられる。お気に入り管理ソフトの派生であったため、初期のバージョンでは、IE コンポーネントのブラウジング機能に加えて、IE よりも柔軟なお気に入り管理機能が特徴のブラウザであった。しかし、2005年より、IE 用のアドオンを、ルナスケープ用アドオンとして使用するという、 他の IE コンポーネントブラウザでは、ほとんど見られなかった機能が追加され、開発は独自の方向性へと向かい始める。さらに、同時期より、レンダリングエンジンを切り替えて、ウェブ閲覧を行う、機能の開発と実装も進められ、2009年以降は、トライデント、月光、ウェブキットという3種のエンジンを切り替えながら使える、ことも他のブラウザにはない特徴となっている。ルナスケープは、 トライデントだけでなく、結構やウェブキットといった複数のブラウザエンジンを利用できることが大きな特徴となっている。各ブラウザエンジンはメインで使用することも想定して開発が進められており、モジラやアップルによりブラウザエンジンのアップデートが公開された場合、ルナスケープも追随してブラウザエンジンをアップデートする方式が取られている。トライデントルナスケープは基本的に トライデントエンジンに依存するブラウザであり、初期状態では標準で選択されている。ルナスケープの初期バージョンはトライデントエンジンのみが使用可能な単なる IE コンポーネントのブラウザであった。月光ルナスケープの歴史の中で月光エンジンへの対応は早く2005年に公開されたバージョン2.0より利用可能になっている。 その後2009年に公開されたバージョン6.0より Firefox ベースとなり Firefox 用の拡張機能にも対応した。拡張機能は Firefox と同様にアドオンマネージャーから管理できるようになっている。単純な閲覧機能の拡張機能のみならず、ツールバー、サイドバー、ステータスバーを使用する拡張機能にも対応している。 ウェブキットウェブキットエンジンへの切り替え機能は2009年に公開されたバージョン5.0より搭載された2004年時点で開発者の混同により構想自体は語られていたが正式公開版への搭載には5年の月日を費やした形となるトライデントやゲッコのような機能拡張には対応していないがセキュリティの切り替えなど基本的な機能は 他のエンジンと変わらない。また、WebKit 独自の機能として、Safari と同等の Web ページのデバッグツールが利用できるようになっている。Windows の開発元である Microsoft は Windows に同梱されるソフトウェアなどに関して、しばしば競合者から競争法で訴えられている。欧州委員会により、2009年には Web ブ,ブラウザに関しての調査が行われた。この問題は、 マイクロソフトが IE に代わるブラウザを提示することで問題は決着しておりその後に Windows 7に対して地域ごとのブラウザの市場シェアに応じたブラウザ選択機能ブラウザーチョイス更新プログラムが配信されたこの時点でルナスケープは国際版をリリースしていたためブラウザーチョイスへ掲載されることとなったここでは主要なバージョンアップのみ記載する 最新版のリリース情報や更新内容の詳細はルナスケープサポートを参照。ルナスケープ株式会社はかつてルナスケープの開発やサポートを行っていた企業であり、ルナスケープ開発者の近藤秀和が2004年8月26日に設立したものである。ユーザーに対しては無償でソフトを提供しつつ、大手ポータルサイトなどを相手に広告ビジネスを行う。 形で収益を得て運営されていた。近藤は、早稲田大学大学院を卒業後、一旦ソニーへ入社したものの、新人が自分の作ったソフトを製品化するようなことは認められないという風潮があったため、2003年3月にソニーを退職して、早稲田大学の理工学研究科情報、ネットワーク専攻博士課程にて開発を継続していた。その後、 経済産業省と独立行政法人情報処理推進機構の未踏ソフトウェア創造事業に採択され2000万円という経済的な支援を得たためこれを足掛かりとして会社が設立された近藤は社会人経験が浅い中で企業を行う形となったものの IT 業界において広告を主体とする ビジネスモデルは未成熟であり、ノウハウが確立されていなかったため、社会人経験の有無はあまり問題にならなかったと、後のインタビューで語っている。2008年6月16日には、アメリカシリコンバレーに100%子会社のルナスケープインクを設立したと発表した。2017年4月6日に、株式会社メディアドゥがルナスケープ株式会社の 全株式を取得し、子会社化を発表した。2019年11月30日に、ウェブブラウザ事業を GU ラブス株式会社に譲渡2019年12月1日に、ルナスケープ株式会社は解散し、株式会社メディアドゥに、吸収合併された。ルナスケープ6.15に正式版を公開いたしました。 ルナスケープブログ、ルナスケープ株式会社。2018年9月13日閲覧。AB、ルナスケープ。2020年10月2日閲覧。ABC、強力なブックマーク管理機能を備えた、タブ切り替え型ウェブブラウザー、ルナスケープ。窓の森、インプレス。2015年9月16日閲覧。 未来を紡ぐ挑戦するソフト開発企業57ルナスケープ週刊 BCNBCN2015 年10月14日閲覧ルナスケープ3開発者近藤秀和氏インタビュー窓の森インプレス2015年10月14日閲覧 ABIE と月光の2つのエンジンを切り替えられるウェブブラウザルナスケープ2.0 インターネットウォッチインプレス。2015年9月15日閲覧。AB-IE サイドバーやティッカー型 RSS リーダーを備えたルナスケープ3正式版公開。窓の森インプレス。2015年9月15日閲覧。AB-IE と月光エンジンを搭載したタブ切り替え型ウェブブラウザールナスケープに窓の森インプレス。 2015年9月15日閲覧。ABC3 つのレンダリングエンジンを搭載する Web ブ,ブラウザー、ルナスケープ5が正式公開。窓の森、インプレス。2015年9月15日閲覧。ネットブック向け表示モードが追加された。ルナスケープ5リリース候補3版が公開。窓の森、インプレス。2015年9月16日閲覧。 すべてのタブをサムネイルで一覧表示する機能が追加されたルナスケープ3.5窓の森インプレス2015年9月16日閲覧 AB ルナスケープ Firefox 拡張機能に対応したルナスケープ6オリオンの正式版を公開窓の森インプレス2015年9月15日閲覧 ルナスケープ 6α 版が公開。月光モードで、Firefox 拡張機能を利用可能に。窓の森、インプレス。2015年9月16日閲覧。タブブラウザ、ルナスケープ2.0や、ウェブサイト制作ツール、の他のデモ。インターネットウォッチ、インプレス。2015年9月15日閲覧。ブラウザーチョイスフォーヨーロピアンユーザーズ。 2012年2月7日閲覧。インフォメーションリガーディングウェブブラウザーズ。ブラウザーチョイスで表示される実際の選択画面。各ブラウザの簡単な説明とインストーラーへのリンクが掲載されている。マイクロソフト。ブラウザーチョイスに関する FAQ。マイクロソフト。2012年2月7日閲覧。マイクロソフトコーポレーション。 What is the ブラウザーチョイスアップデートマイクロソフトウィンドウズ。マイクロソフトコーポレーション。2012年2月7日、閲覧。ひでかず近藤。ルナスケープ開発日記。EU で Windows のブラウザ選択画面にて採択。秀和近藤。2012年2月7日閲覧。公式サイト。2015年9月15日閲覧。タブ切り替え型ウェブブラウザー。 ルナスケープが V1.0 正式版として、ついにリリース。窓の森、インプレス。2015年9月15日閲覧。IE 用の各種ツールバーと連携を強化し、多数の不具合を修正した。ルナスケープ3.6。窓の森、インプレス。2015年9月15日閲覧。 デザインを一新し、フォーム入力の保護機能を搭載した、ルナスケープ4が正式公開。窓の森、インプレス。2015年9月15日閲覧。ルナスケープ、Chromium ベースの新ウェブブラウザー、ルナスケープフィービー、Google Chrome よりも読み込み速度5から25%、高速。インプレス。2020年10月2日閲覧。 余計なことをしないブラウザー。ルナスケープフィービーベータ版がリリース。インプレス。2020年10月2日閲覧。ルナスケープ、iPad 同様、タブブラウザ、アルニスケープで、iPhone、iPad アプリに参入国産タブブラウザ、ルナスケープに一致。2006年9月20日、ABCDEFGHI、ルナスケープ株式会社の株式取得に関する、お知らせ。 株式会社メディアドホールディングス。2017年11月26日閲覧。IE と月光を切り替えられる、ルナスケープ2.0プレビュー版公開。イティメディアニュース。イティメディア。2015年9月16日閲覧。ABC、時代を担う IT 企業界4人の肖像。サンルナスケープ社長、近藤秀和。PHP オンライン周知。 PHP 研究所。2016年11月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年9月16日閲覧。AB、ルナスケープ、コンドシ CEO、多様性を大事にしたい。BCN ビスライン BCN。2015年9月16日閲覧。ルナスケープが、世界展開へ、シリコンバレーに、現地法人 AB、サイコサンタブブラウザ。 ルナスケープ生まれ変わる。インプレス。2020年10月2日閲覧。ウェブブラウザ事業買収のお知らせ。2020年10月2日閲覧。国税庁法人番号公表サイト。国税庁。2020年10月2日閲覧。平成15年度、密等開発ソフトウェア創造事業採択概要。独立行政法人情報処理推進機構。 2004年ソフトウェアプロダクトオブザイヤー2005の発表について独立行政法人情報処理推進機構2005年ありがとうございます